皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の歴史、徳川吉宗と享保の改革についてお話しします。徳川吉宗はキリスト教に関係のない西洋の本、この輸入を許可しています。また新しいものが好きで、オランダ人が将軍に挨拶に来ると、そのオランダ人にいろんなことをさせていたようです。このためオランダ人はちょっとあの将軍はと煙たがっていた面もあったという記録が残っています。この吉宗が将軍になる前、世の中17世紀の後半から18世紀にかけて都市が発達していきます。商人たちが活躍しますよね。そうすると武士の生活も贅沢になっていきました。贅沢をするとお金がかかります。お金が足りなければ借金をすると。この借金を抱えて没落する武士、こういう人たちが出てきました、ね、収入が同じなのに支出が増える。今だったら破産しちゃいます。それと同じことが起こったんですね。また幕府も藩も財政が苦しかった。じゃあこの財政を何とかするために年貢を引き上げたり、新しい税を作ったりして、ね、かけようと、財政を何とか立て直そうとするんですけれど、それまでも百姓は生活が苦しかった。さらに苦しくなったので百姓一揆を起こします、ね、百姓一揆を起こす。また都市でも生活に困った人たちが打ち壊し、ね、これを行います。打ち壊しというのは、この生活に困った人たちが金貸しや米を買い占めている商人、ね、ここを襲うことですね。そんなことが起こっていた時代でした。でそんな時代に吉宗、1716年8代目の将軍になりました。この吉宗が行った政治の改革、これを享保の改革と言います。吉宗、当時日本人の平均身長は155センチだったんですけれど、身長180センチもある大男で、ご飯を何杯もおかわりする大食いだったそうです。でこの享保の改革ね、これ財政の立て直し、ね、これを目的としています。この吉宗という人ね、時代劇の主人公になっているので、この吉宗が やったこの改革を、ね、町の人みんなが幸せになるための社会を作ったみたいな、そういうイメージを持つ人いるんですけれど、そうじゃありません。ただ幕府の財政、どうやったら幕府にお金が入ってくるかな、年貢が増えるかなと、これをやったのが享保の改革なんですね。まず吉宗将軍になった後、老中を集めて、で年貢の収入、1年の年貢の収入とか政治についてこの老中に質問をします。でも老中たちがそれにまともに答えられない。それを驚いて、それに驚いて吉宗、じゃあ自分でこの政治の改革をやろうと、こう決心したそうです。まず目安箱というのを置きました。評定所という役所の前に目安箱を置いて庶民の意見を聞いた。この箱の鍵は吉宗が持っていて、自ら箱を開けて中に書いてあるものを読んだと、こういうことです。でこれで役人の不正を開始する効果もありました。この意見というのは不満とか意見とか要望、これを箇条書きで書いてあったそうです。で揚げ米の制度もやります。これ参勤交代で、それまで1年は江戸、1年は国というふうになっていたんですけど、その江戸にいる期間を半年に縮めると。その代わりに各大名から1万石につき100石の米を納めさせました。吉宗この法令を出すとき、誠に恥ずかしいことではあるなと、こう言っていたそうです。将軍がこんなことを言うことはないんですよね。つまりこの時幕府はとても苦しんでた、本当に困っていた、ね、こういうことがわかります。それが神殿の開発も行います。工地が増えれば年貢も増えますよね。でも神殿の開発にはお金がかかります。じゃあお金はどこから持ってくるのと、お金をどうしようということになりますよね。
吉宗、これ豊かな商人に神殿を開発させる、こういうことを考えました。でもお金がある商人でも何にも自分の得意にならなければやりませんよね。ですから商人が得になるアイデアを出すんです。これ開発した神殿から小作料を取ってもいい、こんなことにしたんですね。小作料が取れるんだったら商人は喜んでどん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 神殿の開発をしていきました。でこの神殿のことを町人請負神殿というんですけど、この町人請負神殿が各地に多くできています。頭良かったんですね、小作料を取っていいよなんて。で耕地が増えて収穫が増え、でも百姓生活は楽にはなりませんでした。なぜかというと増えた収穫の量は年貢で取られてしまったから、生活は苦しいままだったんですね。そして年貢の取り方をこれ変えます。それまではたくさん取れた土地はそのたくさんに対して年貢はどれだけと、あまり取れなかった土地はその量に対してどれだけとなっていたんですけど、それをやめてしまいました。豊作とか凶作に関係なく一定の量にしたんですね。たくさん取れた年はいいんですけれど、凶作全然取れなかった年でも決まった年貢を納めなければならないということで農民の負担は大きく増えたんですね。これ大変だったんですね。これなぜこんなことをしたかというと、毎年同じ年貢が入ってくれば幕府の財政が安定すると、こういうことでこういう年貢の取り立て方にしたということです。農民のことは全く考えていない、自分の利益どうしたら安定するかということで決めたということですね。さて下の3つ、これは町にとって人にとっていいことでした。江戸って火事がたくさんあった町です。で大火災の対策をしてみます。まず火事を消す町火消し、ね、今だったら消防団ですね、これを作りました。それから家がずっと並んで建っていると、こちらの家に火がつくと隣の家に火が移って、さらに隣の家というふうにどん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 火事が移っていきます。そうならないように火を防ぐための空き地、これを設けました。そして火に強い、それまで木とかね、家が多かったんですけど、火に強い土蔵造りの家、これを進めています。これらのアイデア、実は目安箱の当初からね、実際にこう拾って行われたものだそうです。で、くじ型お定め書き、これテストに出やすいですよ。これができました。これは裁判の基準を決めたもので、公正な裁判が行われるようになりました。それまではね、お奉行様の気分が良ければ、いや今日は軽くしようかなとかね、こいつちょっと気に食わない顔してるなと思ったらちょっと重くしようかなとね、そんなことがあったかもしれないんですけれど、このくじがあったお定めだけができて、この罪はね、あ、この罪に対してはこれだけの刑罰ですよと、こちらのことをやったらこういう刑罰ですよと、はっきり何をやったらどんな罰になるかが決められたから公平に裁かれたということになります。で、一番良かったのは、まあ、これだと思います。小石川養生所というのを作りました。これは貧しくて薬を買うことができない人とか、ね、看護する人がいない人たち、この人たちの治療を無料で行った。素晴らしいですね。これも目安箱の意見、これが実現したものです。で、もう一つ加えておくと、吉宗凶作の時の食料どうしたらいいかという研究もしたさせていました。それをしたのが青木恋尿という人で、これさつまいもの栽培、これをさせたんですね。よろしいでしょうか。ね、享保の改革、みんなが楽しく暮らせる町じゃなくて、あくまでも幕府の財政を立て直す、どうしたら幕府の収入が大きくなるかと、こういうことをやったと、それが享保の改革だと、このことも覚えてくださいね。今回は
徳川吉宗と享保の改革、この丸のついている部分はテストで出やすい部分なので、この部分も覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。